送りしたのは子供バンドストップザロックンロールネバー。ネバー。というね。でございます。はい。ということで宇治木剛さんでございます。こんにちは。こんにちは。わあ、本当に久しぶり。久しぶりです。でね、このスタジオ1年ぶりだそうです。油断してました。油断してました。今年のいつもの子供の日5月5日に、うん、久しぶりのニューアルバムが。そうですね。再始動してから2枚目のやつを出したんで、はい、考えたらその5月5日の日にロックにはまだやることがあるんじゃないのか、タイトルいきなり言ってますけど、子供バンド出したんだから、はい、千葉県とか一番最初に来なきゃいけなかったのに。いやでもその頃結構関西のキャンペーン忙しそうだったんですよ、宇治木さん。結構大阪も行かれてて。行ったんだよ。いた行かれてたじゃないですか。心も行った。そうですよ。あ、行ったわ。あ、行って歌ったりとかしてた。そうですよ。ほんとほんとほんと、なんだっけ、神くんとかいろんな、神幸信さんとか、はい、やってました。そうですよ。だけどね、これ忘れちゃいかんよね。いかんよ。まあですから、まあ、一応2015の間に来ていただいて、ルーツに帰ってよかった、これって、はい、ありがとうございます。さあ、来週早々ですけれども、うん、11月6日金曜日と7日土曜日、大阪京都と。いや、まあそうですよ、ね、でその前に4日に名古屋のエルがあるんで、だからこれ水曜日でしょ。だから明日リハやって、はい、明後日はさすがに1日ちょっと体調整え、はいはい、そのまま行ってエルやって中1日休んでから、6日の日が大阪ミューズやって、で翌日が京都の実徳ですよ。実徳ですよ。実徳ですよ。我がふるさとの実徳。はい、このツアータイトル、ロックにはまだやれることがあるんじゃないのか、依然発売記念子供バンドライブツアー2015年年末編、西方面にもまだやれることがあるんじゃないのか、超過半か共鳴半。もう ね今時の若者にね、ちょっとね、アピールしようと思って、ダジャレとかね、うん、もうどしどしって言っていただいて、もう本当に本当に若いやつもダジャレ結構言うタイトルツアーとかつけるんですよ。そうですよ、つけますですよ最近、ね、うん、また時代はこう一回りして、まね、で親父ギャグでやってましたが、がやはりこの5月5日にアルバムも出して、しかしまだこの世の中にね、その子供バンドのロックにはまだやれることがあるんじゃないか、出てることすらというより再活動してることすら、そうですか、知らない人がたくさんいてくださるの、これ幸せだから。何度もね言いましょう、それは以前、はい、言ってるし、早く言っとかないと死んじゃうからね。そうだもうなるべく言っとかないとと思って、まあ、アピールしようと、はい、年末に向けて、はい、ぜひぜひ皆さんこちらの方のライブ11月6日金曜日、いやよかった、大阪ミューズ、そして7日土曜日京都実徳、どちらも午後7時開演となっております。先ほど聞いていただいた、ね、はい、ストップザロックンロールネバーは元スーパーフライのメンバーだった、うん、タボさんが書き下ろしてくれた。タボ君がその今度ね、はい、アルバムを作るんだよっていう話をしていたら、はその子供バンドのロックアンセムを書かせてもらえませんかって言ってくれたわけ。下もさ、そりゃそのどんなの書くのってもう興味津々だから、そのタボ君とはね、年はもう大きく違うんですけど、大きく違いますでしょうね。だいたいタボ君なぜ子供のことを知ってくれてるかというと、はい、宇治木がやっていた BS のロックのオールディーを紹介する番組を、彼四国出身で、それをずっと見てたんだって。でそのやっぱり数少ない放送の中でかなりその強力なそのエネルギーと知識をそこから得たと、ね、だから自分の血となり肉となっているのがその番組ですって、宇治木さんの番組ですって言ってくれて、だから田僕にとっては司会のおじさんだったわけで、そうか、あ、ミュージシャンの時代を知らないの、30ぐらいだもん。そうだね。でさかのぼって子供バンドってやってるとっていうのを知ってくれて、はい、それからまあこう再始動してるのなんかね、まあなんかあってね、話したらなんかちょっとそういうの書いてもいいですかって、そんなもちろん書けよみたいな、そういう時だけ上からない急に先輩方が書けよみたいな、ね、言って作ってもらって、でそこに歌詞は宇治木さんがつけたと。歌詞いうのがこの先ほどの、キッカーなんかの歌詞も書いてるジャムっていうね、山田君いんだけど、山田君と、はいはい、あ、ジャムさんと一緒に書いて、かっこいいですよね、うんうん、なんかでも最初私クレジット見るまでは当然なんかメンバーの方が書いたのかと思ったら、あら、タボさんだったんだと思って、すごいまた子供バンドらしさを分かってらっしゃるというか、すごいね、そういうこう要素をちゃんと盛り込んでくれて、かつやっぱタボ君のスタイルで、なんかやっぱ俺たちは書けない、そうですか、曲だと思うんだな、なんかこうやっぱこう耳の中にスッと入ってくる、うんうん、なんか力があるよね。それでなんからしく作ってくれたんで、とってもね、やっぱ嬉しかったこれは。そうか、いや今回のアルバム全部13曲入りなんですけれども、中にはイライラという、これ太田圭一さんの曲のカバーなんかも入っていたり、まあ、アルバムの中にカバー曲を1曲入れようっていうのは、その、まあ、子供バンドとしてはスタイルとしてやってきてるんだけど、今回はそのベースの湯川桃源が、はい、あれイライラやろうよ、俺が歌うからさと急に言ってて、ああそうですかみたいな、
なんでなんですか、トーベンさんはこれを選んだのは。まあ、今回のねアルバム作るときにやっぱりこう腐ってもジジイでも一応ロックバンドの端くれなんだから、今のやっぱこの世の中ね、今の状況の中でなんかしらね、ちょっとそのなんだろうな、炭鉱のカナリアとは言わないまでも、うん、ハギダメのツルツルじゃねえや、ハギダメのカラスぐらいギャーと吠えてやろうって、なんかやっぱり残さなきゃまずいよって話をしてる時に、答弁がこう持ってきて、なんでイライラなのっていうのが最初あったんだけど、やっぱ作っていく中でね、そうかと、やっぱ全然なんていうかな、その大滝さんのもちろん名曲、ハッピーエンドの名曲なんだけど、フルさんみたいなのは全く、そうですね、今逆にかえってそれがその歌詞の意味がなんか、やっぱりだからその中で憤ってる答弁のこう歌いたいことがこの名曲の中に全部込めることができたんじゃないかな、はい、彼らと思って、かなりあのアルバムの中では自分もあのベストテイクだと思って、ね、これもう一発、本当一発で撮っちゃった。まあ他もほぼ一発撮りなんですけど、ね、これはね、答弁がもうその場で歌うって言ったんだけど、それは難しいって話になって、歌だけは演奏しながら歌うってぐらいおっしゃったんだ。ただあの数歌で歌っちゃってるのがオケの中かぶっちゃってるんで、よくよく聞くとそういう音も入っちゃってるとかしてるんで、だからリードギターとかもその場で弾いちゃって、バス取りです。でも感じが良かったかな。前回はすごく疾走感のある久しぶりの復帰作でしたけども、ありがとうございます。いやいやいや、もう今回は大人のなんだろう、そういう言いたいこととか、あと音楽的にもすごくいろんなスタイルにチャレンジされてるのかなという感じがいたしますが、どうなんでしょうそこは。 ありがとう、そう言ってもらえると、あの結構ねやっぱこのタイトル一つ取ってもメンバーからもう猛反対だったわけよ。何読むの、クニャマでやるのかな、クソもじじくさい積極さいタイトルって誰も買わないよとか言ってもう親父なんだからすいませんすいませんやってますとかね、楽しきロックとかそういうのにしろとか言って、このタイトルつけなきゃダメなんだ、今ね新しい船を動かせるのは古い水夫じゃないんだよと、まあ、そういう拓郎さんのね、あのタイトルあったんです、お前は古すぎると言われたんだけどいやあえてこれやらせてくれと。で、まあ、他の曲でも結構やっぱり今の時代に言わなきゃなんないことを宇治木氏を書かせてもらって、まあ、中にはやっぱりこう勝手にもう俺がこういうとにかくやらせてくれって言ったんで、メンバーはまあ反戦三部作とか言われてる曲が3曲入ってるんですけどただそれはあの、あと脳みそ3グラムとかね、あと、ね、千秋がいいってくれた曲とか、はい、バラエティ的には結構入ってんのかな、だから全体で、してみると、そうそう、森山良子さんが聴いてくださったんですよ、ほうほうほう、あのレジェンド大先輩、はい、でね、いいと、男らしくていいと、確かに男らしいです、あの言いたいことっていうかちゃんとメッセージもあるけどって、その後にね隔たってなくていいっておっしゃってくださったんですよ、これは最高でしょ、隔たってなくていい、隔たってなくていいって、あ、よし、距離感が、でどちらに、それは聞いてくれる人との距離感なのか、あとはどっかに行っててこう社会との距離感なのか、要するに歌詞も言いたいことは言ってるけど隔たってなくていいって言ってくださって、それはすごい嬉しかったです。絶賛がぜん発売中ですよ。いやもうね最高傑作とね言い切ってますから、ね、もう自分でね、まあそれぐらいよくできたと思うし、もうやっぱこの年になってくると、あ、次のが最高傑作だよねとか言ってもほらその前に出せなくて言ったからもうねもう全力そうそうそう出し切らないと、そうその次がっていうほどね、もうそんなねもう余裕はないよねもうそんなで言ってもカッコつけてる場合じゃないっていうぐらいのができました、はい、ということなので、じゃあそんなアルバムの中から、はい、もう一曲聞いてみたいと思いますが、これは、さっきちょこっと触れたんですけど、はい、やっぱり今自分が言いたいこと、宇治木が言いたいことを歌詞に込めました、1曲目に入ってます、自由。さあ一発勝負、はい、この番組も結構一発勝負でございますけど、生々しくていいですよ、生々しくて、ね、今日のゲストは子供バンド宇治木剛さんです。宇治木です。さあ宇治木さん、今いきなりこれもらっていいですかあの子供バンドのファンジンっていう、要するにこう写真集というかなんていうかデザイン写真集なんですけど、はいはい、あの現代アーティストの小町渡君ね、このアルバムのロックにはまだやれることがあるんじゃないのか、のジャケットとかもそのいろんなコンセプト全部作ってくれたやつなんです。なかなかとんがっててね、すごい面白いやつで、今京都、そういうこと実徳の裏に住んでんだけど、もともと東京のやつなんだけど、もともと移住したんだ、この辺なのに。そう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 、いいですね、なんだけど、はい、その彼がもう今なんかやいろいろやってくれて、そのファンジンを、今日は3名の方にぜひぜひプレゼントさせていただきます、ね、今から FM 心の、ホームページリクエストプレゼントのバナーをクリックして
ご応募ください、ね、そうしたらもう一応まあね、あと本番終わるの40分ぐらいしかないので、一応来週の番組中にも受け付けておりますので、ね、はい、それで来週っていうか、はい、金曜日の大阪のミューズで手渡ししようか、そんなことは、そういいですよ。行方不明に、ややこしい、負担大きくしてますか、負担大きくお互いにね、お互いに取りに来る人もね、どうする、何時どこに行きゃいいんですか、別にしましょう、別にしましょう、別に大人だからね、それね、うん、プレゼントはプレゼント、うん、はい、ということでぜひご応募お待ちしております。心ドット JP、 昔の写真をここでぶった切ったね、これ何すごいコラージュですけども、うん、このアルバムのジャケットも彼がやっていて、全部中身はわあ若いね、トーベンさん。昔の写真の、彼は童顔だよね。いや、うん、童顔、今でもね、あいつだから四つ上だから62歳でしょ。そうか、変なおじさんだよねって人のこと言えないけど、変ですか、でもこの年になってこんなことやってると、お前もだって我々の世代ほら、うん、モンキーズ世代的に言ったらさ、ドンビリーブオーバーサーティーでしょ。そうですね、30過ぎは信じるなと言われた、ダブルプライスですよ、バイバイ、ダブルプライス、もうどうします、大変大変なことだじゃんね、はい、もうね、なんかでもこれしかやらないからね、ねえ、でも直さんそういう意味ではこういろいろ頭にね、これ頭にヘルメットアンプ、ヘルメットにアンプがついて、こういうのとか皆さん知らないでしょ。この前ね、 NHK のなドラマ出たんですよ、はい、それ出た時にね、その NHK のドラマのところに、あのヘルメットに乗せてる人と同じ人でしょっていうのが来たから、はい、たまに乗せてますっていう今もヘルメットアンプやられてるんですか。この前やったね、この前やったんだ、夏にやりました、銀座のヤマハで、そのイーストウェストありがとう祭っていうのをやって、まあ、イーストウェストグランプリが出てきた、それはやらないとですよね、やってみましたので、持ってんだよね、今だよね、持ってるんだ、寄せばいいのに、同じもすごい、どうせ俺が死んだらどうなるんだろうね、これね、え、森潤太が考えた、森潤太だってそんな年変わんないんだからね、いやいや、ちょっとはして、だから森潤太の後にタボくん、タボくんがいい、ちょっと若いところでね、森潤太からなんかタミオくん行って、ああそうですね、あのなんか細かいなんかタミオくんも今年50だから、だちょっと刻みぐらいで、胎児48、全然ダメだ、2年ずっとぐらいでこうさ、あ、年老にやろう、ブラフマン、あ、でもあいつ40か、そうよ、まあ、ちょっと若くなったけど、でも敏郎くんも似合うよね、いや、やると思うね、うん、あいつはこなせる何かを持ってると思う、ね、持ってる十分もいいですね、でもそう、男にタボくんがいいわ、まあ、最終的にそれでまあタボくんに、タボくんでもちょっと結構おしゃれだからな、でもその間にきっと誰かの子供とかが、子供だ、敏郎くん、分かった、むしろジェシーにかぶす、そう、最後嫌がるな、ケンケン、ケンケンももうでも30になりましたよ、30だよね、そうですよ、どうしましょう、本当にお兄ちゃんというやつができた兄弟だね、本当に兄弟ですね、はい、さあそんな、スピーカーを頭に乗せてた内木さんに懐かしいお便りがラジオネームてるてる坊主さん、枚方市にお住まいの方ですけども、大阪じゃん、うん、はい、実は私愛知県に住んでいました、うん、今から20年ほど前になりますが、東海テレビの浜辺で開催された当時ビーチギャルコンテストというイベントで、うんうん、グランプリを受賞させてもらったものです当時の宇治木さんはいつもエネルギッシュなトークでテレビの視聴者の皆様をとても魅了しておりました。私が大阪に住んで20年余りとなりますが、今こうしてまた宇治木さんのトークを聞くことができるというのはなんて嬉しいことだろうと本当にワクワクいたしております。これね、なんかアキストゼネコとかいう番組やったんじゃない、あったー、あの東海テレビっていうか名古屋版、はい、おにゃんこを作ろうみたいなのがあって、はいはい、テレビだったから、それで行って、なんか俺司会のおじさんやったんだからね、彼女はね、司会のおじさんとして、俺せっかく大阪にいるんだからライブ見に来てよ、そうですよ、行ってあげてください、てるてる坊主さん枚方市に今お住まい、時は流れるよね、流れますよ、だから当時は、うん、じゃあその番組を、そう、若い子たちを束ねて仕切ってたんだ、毎週名古屋行ってたんだよね、名前やり、いろんなことやってんだね、いろんなことやってらっしゃいますよ、はい、さあ、そして先ほど、うん、ちょっとこの曲の中でも話に出ましたけども、中津川ソウラ武道館2015、はいはいはい、3回目になります、ね、中津川行って、日本武道館で始まって、それを言えるとトータル4回ね、ねえ、今年かなりやっぱググッと、去年もいい感じだったんだけど、あの身をね本当に結んできてますね、うん、
ね。それはもう来てくれるみんな、あの来てくれる参加してるオーディエンス、お客さんのみんなのやっぱ立ち位置っていうか、みんなの心持ち、みんなの持ってるエネルギーの出し方が全然変わってきた。うん、私も今年行けなかったんで、うん、ぜひね一度このソーラー武道館伺ってみたいなと。来てよ、ね、来てよって、ね、俺が主催してないんだけど。いやでもみんなで、ね、タイジ君も言ってくれて、チワキちゃんも来てよって。いや来た方がいい。あの、ね、サイズもなかなかね、あの本当に今年はでもね1万9000人2万人弱集まっちゃったので、すごい大盛り上がりだったんですけど、サイズも大きいステージ、でかいステージがあって、それから、中ぐらいのがあって、小さいのがあって、あとはなんかあのもちろんフリーにできるスペースなんだけど、うんうん、走っていったらね、そうだな、10分かからず全部行けるぐらいのところなんだけど、広々とした先生として抜けがいい、すごいいい場所ですよ。うん、ね、ぜひこのソーラー武道館も今年ありました。さあ2015年もあと今年2ヶ月ということになりましたが、2ヶ月にね、どんな1年でした？天王山が待ってますからね。なんせ今年はね年間ライブ数7本ですからそうですよ、7本で、次やるのがもう本当に4本残ってるっていう、すごい、まだ半分終わってないです。水曜日が始まるでしょ、はい、水金土やって、あと12月の3日の 1,2,3 にクロコダイルをやると満点7本になって、ここをなんとか完走するという ね、まだまだ、ね、アルバムもできたしね、はい、もうねそこでね燃え尽きるね。じゃあぜひ皆さん、その燃え尽きる宇治木さんを見に行っていただきたいと思いますが、何じゃこれ、12月6日金曜日が大阪ミューズですね。そして7日土曜日が京都十徳、どちらも午後7時開演ということになります。まあ今回アルバムが出たばかりということで、このロックにはまだやれることがあるんじゃないのかを中心に、やるよ、それはもう湯川東弁団、新しい曲でやらなかったらバンドの意味はねえだろうとか言っちゃって、メンバーの前ではそういうこと言いますから、そうっすかみたいに言って、だから今回はもう本当、あの今年になってから再始動以降の2枚のアルバム、あ、はい、まあ、2枚アルバムできたんで、そこ、ね、から全部、うん、やれる、うん、感じで、まあ、新しいのを聴いてもらいたいっていう、まあ、みんなそれでどういうふうに、ね、思ってもらうかっていうのね、やっぱライブだと、まあ、その場であのなんていうか気持ちっていうか反応が分かるんで、そうですね、すごい楽しみですね。そしてきっと子供バンドらしい楽しいロックンロールショーという部分も変わらないであるのかなと思いますけど、どうでしょうか。そうなるように、それも何もかも皆様の本当に盛り上げ次第でございますから、そうですね、ぜひぜひ、ポテチンジジイがどこまで頑張れるかという、どしどし盛り上がって、楽しんでいただきたいなと思っております、はい、さあじゃあ宇治木さん、今日は本当ありがとうございました。ありがとうございました。この子供バンドファンジンは3名の方にプレゼントいたします。ぜひぜひ、後でこれサインとか入れてってもらっても、いい、考えたら初めてね、本当出す写真集なんだね、あ、ここにじゃあ後で、ね、あ、これ昔のこれサインサインですよ。今変わってるのかな、あんまり変わってないかもしれない。じゃあこの昔のの下に後でちょっと、ね、1981年のサインですね、これ。おお、すごい。そっか、それで今年は35周年なんですね。言わなきゃ思い出せなかったんだね、みんな忘れて、ね、間がほらうちって四半世紀ぐらい抜けてるからすっぽりね、はい、88年1回止まってでしょ、だからそういう実感がなかったんだね。あとやっぱりもうだんだん数えるのも、ね、数えるのもちょっとだんだんもうね、もういいやってなって、もうどんぶりになってきますけど、さあ今回のアルバムの中でたくさんいろんな曲が入ってますが、はい、私がすごい好きな今日はこの曲でお別れしたいなと思うんですけど、いいですか。あのきちんとあの本当にオンエアでかかるのはもしかしたら初めてかもしれない、貴重な曲、心ファンの皆さんにも頑張ってもらいたいなっていう、嬉しいです、なんかイメージが湧いてくるような、うん、はい、はい、じゃあ宇治木さんにご紹介いただけますでしょうか。これはアコースティックなんだよね、はい、これはもちろん一発でやりまやりました、違う今日生きよう。今日は子供バンド宇治木剛さんにスタジオに来ていただきました。ありがとう、今年これでよかった、ライブ頑張ってください。ありがとうございます。はい。